もう悲しげなを表情をしているビクトリビクトリ,ビクトリかです、ね、あのペンキかぶっちゃってスプリンクラーも食らってもう大惨事みたいなね、まあ、このマックスが全て時を戻してやったんですけどね、まあ、中二病おじさんが完全に悪役になっちゃったけど大丈夫かなそこだけ心配だなどうだよえっとあのビクトリアックス何かよいやここは慰めとこう 大丈夫その服カシミヤだよねお、まあねこれはでも他にもあるしいやここはは悪いことを言うやったけどだ、ね、ここでからかうは,はしないけどジェファソン先生にも言われたしそれに写真の才能もすごいよ。をあげとくここで仲良くなれるかなアベドンのファンなのちょっと嬉しい

よかったーあこれじゃあ帰れるんだここもだからどっち取とってもいいパターンのやつだいやいいんじゃない都合はいいけどさやっぱ自分が悪さしたのは事実だけど、まあ、やっぱ仲良くしとこうよここでセーブされたねおお寮だホワイトボード見よう217号室 ここには絶対入らないなんで。誰の部屋なの。見てみるか。こうだ。ブラックウェルへようこそ。ステラ。怒られる。いわゆる見てたわ。あ、マップも見とこうぜ、一応。ブラックウェルは広くないけど。まるで迷路。そうね。右側が。右側が寮かな。で、左側がなんか体育館みたいな感じ。 で、手前がっていう感じか。あ、駐車場か、あれ。これ、左側駐車場か。はいはいはい。で、見てみるか。ブラックヘル。ブラックヘルっていうのえっと、100、んステラステラステラヒルかな ?117。誰だったっけなマックスは119号か。で、ビクトリカが121か。へえ、ー、そうなんだ。ふん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 。でも、あんま覚える必要はないかな どううなんだろう覚えた方がいいんかなあーっと、ちなみに待って。いなくなくっっったたのは分かったよ貼ってる人大丈夫いやいやいや、まあ、いろんなとこに入っとくのが大事でしょ。まあまあ行、まあ、きましょう。もう一回見たいんだけどな、あの情報を。もう一回、なんて名前だったか見たいんだけど、個人的には。ビクトリーアか。ビクトリーアだね。ふんふんふん。こんな感じか。あ、こういう写真も。あれ、これリスはリスは リスはあ、これマップか、単純に。なんかさ、写真見れなかったっけ気のせいか。なんか収集要素あった気がしたんだけど。気のせいかな。戻ろう。マックスの部屋行こう。びっくりした。靴が倒れて,ってるから人がどっか倒れてるのかと思った。ギター弾けんだ、マックス。いいじゃん。えっと。ただいま。私の小さなお城。<laughs> えへへ。けど、もう一回見ますね。あー、また間違えちゃった。えっと、SMS で、 確か、ォーレンが、えっと、待ってね、詳細だ。ここで、えっと、USB。これを見といてくれよって言ってたから、返すってお話かなあ、ここだ。返してくれないかっつって。それ話だ。オッケーオッケー。えっと、フォトアルバムも見たいな。フォトアルバムも見たい。あ、好きな方ですかあんなところにカメラを持ち込むなんて。 怖いえ。ほう。ジュリアキャメロンのビクトリア朝の画面も素敵。アナログ中のアナログね。だ,めだ、俺にはわからない世界だ。時間を止めて。あ、ダリーはわかるわ。へえ<裁>。やっぱ写真家になりてえんだ。あ、ここか。さっき破っちゃったやつ。ああ。写真ね。マックスメモリアルフォトウォール。 あーなるほどね自分が築き上げてきたこの写真たちを貼ってるんだなるほどねえオフにするとかオンにするとかあんのあ消せるんだ細かテリーベア用法キャプテンキャプテンあなたがいてくれると頼もしいよあお気に入りのクマだもんね片目を飲み込まれて病院に入っちゃったそういうあれなのかな横になったら寝ちゃうんじゃない えっと使う、見る、えっと、付箋付箋か。デー,いいたたーナ、ヘイがある、えっと、読めるか。こうだ。マジで <laughs> ああの映画見たいから、USB 勝手に借りたぜってことか。やめてよ、返すんだから。もうレーナの部屋に USB を取りにに <laughs> え、これ、同室なのいや、違うな。勝手に入ったのかとか、鍵かかんねえのか。鍵ないわ。 そういうことか。鍵かかんねえってどうなんだろう。本当のこと言えなよデー言うまで絶対開けないから。えなんかえなんか話しかけづらい早速。全くリアリティショーじゃあるまいし。ここ誰の部屋だっけ？ジュリエット,エット今にも泣き崩れそう。はい、ジュリエット？ジュリエットどうかしたの？どうもしなかったらデーナお部屋に閉じ込めたりしないし。リ え、です、これ、え、う、外側から閉じ込めるってことができるの、この構造。お大,大声ですけりゃ、大声ですけどえ、何があったん。何が,た何があったん。何コットたん。あの女、人の彼氏とエロチャット。<laughs> <laughs> ひどいね。なんでわかったの。あなたに関係ないですよ。まあ、確かに関係ないよね。あ、そうで、ね。これまで話しかけたことない。あ、そうなんだ。話しかけたことだから、今話してるの。私の名字は。 わ <laughs> かんねえ。さっきのマップちゃんと見とくべきだった。えー、ワトソンっぽいね。ジュリエットワトソンでしょ意外。私のった。あ、知ってた。よかった。ワトソンだった。知ってるよ。人と話すのは得意じゃないけど、困ってるならほっとけ。お、いい子な感じでたねで。どうしてわかっ。いいかな感じでたねとか言っちゃあれだけど。レ玲ナは男のためなら何でもするって。<ー>ビクトリアに聞いたの。そっか。チャットのログ見たって。えー ザックはさっきから電話出ないし、デ <laughs> ーナが認めたらここを開けてあげる。絶好だ。あ<ー>あ<ー>、誤解だってんのか。あっち行ってよ。関係ないでしょ。あじゃあビクトリーあかなに話聞くか。こっちはいい。えマジで。えどうすんだろう。認めるまで絶対に開けないから。待って、あ非常ビルじゃないな。 ビクトリアの部屋にじゃあワンチャン行くんかなちょっと待って、マップ見えないと俺わかんないよよいしょ。ブラックヘルへようこそえっと、あ向かいなんだ。向かい行こう。うん、ビクトリアの部屋って出てるね。空いてるわ。これ絶対入るしかないわ。ビクトリア、ごめんな。入っちゃうわ。パソコンとか もちろんビクトリアだから、高いノートを使ってるよね。<laughs> レッツノートですか。私の写真をアップしたかだけ見せて。あ、そうなの。アップしない,んじゃない。の写真じゃなく、素敵な写真を撮ってあげたのは評価できるね。<laughs> お、結構いるじゃん。え、購読者ってことはお金払って見る感じのサイトか。ジュリエットに見せるべきメール。うんと。さっさとプリントして、ここから出よう。えっと。は <laughs> ピッチに制裁を。ああ、はめたと。ジュニエットとデーナをはめたと。はい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 。バカだから信じてくれたよ、っつって。どうやって印刷すんのああ、B ボタンね。はい。じゅじゅビクトリか。ビクトリってよか悪いいな。さっき仲良くなった感じになったけど、やっぱりこういう、こういう悪いことはダメだぜ。よし。 よかった合わなかったタイムリミットとかあんのかなさっきのでもなんだろう銃で撃たれるのを防いだときはあれだったよねあったもんねえなんでト,ト,んななんトイレットペーパーがこんななってんの頃に何それえ僕トイレットペーパー戦争って何ダメだアメリカの文化は分かってないアメリカか知らないけどそういういことはそうだってよ仲直りしなって でーなごめん私がバカだった本当だよ信じられない <laughs> 私がザックに手を出いやでも頭に血が上っちゃっていやでも焦るよなる友達でいて洗濯もやってよねあれませんマックスは忍者みたいだねザックにビクトリアのこと問い詰めてくるマックスありがとう助かった。なんで usb のことを来たってわかったんだろうよかった いい感じの選択肢取れたみたいだね。USB もらっていくぜ。あとは USB を持って、ウォーレンに会いに行くで。てめな、よくねよくねとかやめとこう。やめとこう。たい。溜め込んでるって何をでな、さっきは本当にありがとうね。まったくジュリエットも子供みたいなことするんだから。確かに。あきれ, <laughs> れちゃう。あ、う、えーどっちだ ビクトリカがひどいビクトリアはひどいんだけど確かにジュリエットがかわいそうかジュリエットがかわいそうにしようかな騙されたジュリエットがかわいそうビクトリアを殺さないといいけどそうだね殺されるならザックでなるほど確かに正直私はあんな男には全く興味ないとなんだまあいかにもビクトリアが好きそうなタイプだそうなのお似合いだよ首を突っ込まないのが一番だよウォーレンはあなたに首ったけだけどえ？ そうなのどういうことどういうこと別に USB の中にマックスっていうフォルダがあるの,のマジっすかああああなるほどれれのことねあれ赤く待って今のウォーレンってあれだよねこの USB 貸してくれた人だよねもう一回見よう。もう一回見よう。あれここにないっけあっ SMS だそうだよね。 あ、またおっしゃった。お母さんのやつ見ちゃった。あ、つがお母さんなんかくれてたな。あ、ごめんなさい。画面ガチャガチャして。うんとお母さん、さっきなんかくれてたな。えっと、詳細が B。えっと。ほう。なるほどね。うん。嘘をついたというメールが届きました。深刻な訴えだとおっしゃっていたし、あなたが嘘をついている ことも心配なさっていたわよ野野郎あのハゲ愛しい USB 二 <laughs> 度と離さないからな、ね、かわいいなマックスかわいいなあのハゲこのハゲ許さんからなお前,お前許さんからなほんま絶対許さねえわ 後で血祭りな今,今後の選択肢絶対お前を敵に敵に回してでも回してでも血祭りにあげてやるからなお前マジで許さねえからな覚えとけよ校長の野郎ハハ <laughs> おらずっと待ってても構わないよ駐車場最高止まってる車数えられるし <laughs> 誰だよこいつ なんで止まってる車数えることにアドバンテージ感じてんだよこいつおかしいだろメール売ってる分だけ遅くなる今行くっては後でアメリカンジョークかな出て行きましょうと時間的にもあまだいけるねまだいけるわ行きましょういなえなになになにマジでちょっと待ってもう戻すわ まだかおいしょ話しかけようじゃあ話あ <laughs> 今の当たるんかいよっこらそこっちに話しかけんのがいいのかなえっと警告するかアリナイス やっっととちゃんと人助けがができたたたこういういのがしたかったそうだね。こういうのできるといいね。え、なんでこのコードが未来決めんだろう話そう。マックスおかかげで助かったよありがとうねいいじゃん。危なかったね。反射神経いいね。反射神経いいね。若干煽りっぽくないか。大丈夫か。ああ危なかったね、西章順当に。これだから脳筋男は。ボルテックスクラブのメンバーにはこんなことしないくせに。 くだらないクラブだよ。ああ、やっぱ、あんまよくねえクラブなんだな。いやいやいや今度ゆっくり話そうよ。今はこの中身空っぽの小説読まなき中身空っぽの小説読まなきゃなんだ。これでアリッサが平和に本を読める。ね、お前、あぶねえだろう。あっち行ってろよ。イン,インタビューじゃねえよ。お前が、お前が人に。女性の男じゃなかったら、同情したかもしれない。<ー>ジュリエット、かわいそう。なるほどね。そっか。 こいつがだからエロチャットって話だもんね。ミレーヌ、なんだ。ここに自分の部屋があると思うと変な気持ち。そう。別に量量普通じゃない。よいしょ、駐車場行こう。いいか、俺は生徒のことは何もかも把握しているんだ。こいつなんで？っていなんで,でもかんでも絡むな。生のことかわかりません。んの話？え、写真を撮る？なんで写真を撮るんだろう 写真を撮る意味はえ仲裁じゃない何かの証拠写真になるのか写真撮ってみよう巻き戻せるっぽいし仲裁したかったけど写真撮るっていう選択肢にしたけどどうなんだろう何か証拠ゲットできたのかなあ見てるなんで止めてくれなかったの 黙って見てるだけなんて。ああ。いや、まあ、そうなるよね。なんで写真撮ったん。デートとデイビッドの間に割って入ればよかった。え、なんで写真撮ったんだ。ん人写真。戻って。別の対応を試してみる。ちょっと写真撮る意味があんまりよくわかんないから。今度は仲裁、仲裁のパターンも見てみるか。よいしょ。はい、スキップです。仲裁してみよう。どうなる。ちょっと。 もうやめてください。どうなるんだ。どういう仕事をしてた。と怒鳴りつけ、<laughs> いじめることが仕事なん <laughs> そうだよ。だ人聞きの悪いことを言うな。安全を守るため。嘘ばっかり。どういう安全前も要注意だな。このことはよく覚えておく。何かしたかったんだろう。え、どっちなんだ。マッありがとう。

しい、写真撮りましょうはい写真撮りますでスキップしますよいしょうんこれでいきましょうこの証拠写真を何かに使えるのかなあ、まあ、今後に関わってくるんでしょうねあドローン飛んでるドローン飛んでるね寝てる人もいるわ平和だいいですね キャンパスライフいいですね戻りてー <laughs> 戻りてーあ駐車場に行った気をつけてね車おウォーレンかなウォーレンだよね名前あジュリエットもいる何かしてあげるべきだったあの人おかしいあそうなっちゃったんだいやでも写真撮ったからどうしてよザックもビクトリアもなんでこんなことするの ああ。うん、ザックとビクトリアはザックとくっつきたいのかな、先生とくっつきたいんじゃないの。ジュリエットはまだザックとビクトリアのことで動揺してる。うん、それはそうだよね。ジュリエット。大丈夫。心配しとこう。ああ、マックス。ごめん、まだちょっと動揺してて。ああ、そっとしとくね、ザックのこと。ああ、この手のゲーム、深く入り組んだ方が成功するのかな、どうなんだろう。聞いてみようか。 ザックのことあんな風に知ったらショックだよね。本当にひどいよ。気づけただけよかったよ。これでビクトリアも影で笑ってられないでしょそうだね。ザックとは話せた？あのバカ、救いようがないくらい完全に腐ってる。<laughs> さっきラグビーボール投げてましたよ。アメフトかな？バカじゃないの？なんかウォーレンが呼んでるけど。あ<ー>あーそうだね、うん。あまり気を落とさないようにね。そうだね。それじゃあまた、ね。気を落としちゃダメだぜ。 男はバカな生き物だからな俺含めあんま気にすんなよ結構可愛いからなあんなあんな男じゃなくたっていいさえっそうなんだけどさちょっと待ってちょっと待ってなんで車に貼ってんのほとんどのポスターが捨てられるの残念ねそうだよねえあ違うわアルカディアベイは場所か だから、リーチェル・アンバーが名前なんだ。あ、はい、はいはいはい。そうだそうだ。なんかアルカディア・ベイさんじゃなかったっけって思ってた。<laughs> なんで車に貼ってあるのおかしくねウォーレン、いたいた。本当に中古車買ったか。ウォーレンの車なん見てよこれえー、あ、バッテンついてるえ。でもいいじゃん。そういうの。格安で買ったんあ、あ <laughs> 肩抱こうとしてた、今。<laughs> 好きなんだね、本当に。車、買ったんだ。 いいね、レトロな感じで。よこれでどっかか行こうよニューバーーバグのドライブイブンシアターとかいいじゃん。今日はなんかすごくいろいろ。今日目覚めたからね、能力に。そうだね。<laughs> あんまそういうこと言ってメだよあ言ってくれれば、いや、その話はしたくない。その話はしたくない。なんだよ。 やけにピリピリしてんだな。仲良くしてこうぜ、ビクトリアとは。そういう気分じゃないの。そういや、ダニエルが君を書いたスケッチを見たよ。そうだね。悪くないけど、俺ならもっとうまく書ける。ほんまか。もうアップされてるの。絵描けるの。絵描けるのって聞こうかな。絵描けるの。科学専門で技をの。芸術。科学専門なの。え、この学校、何。芸術は科学なり。音楽も数学さ。 ホーキング博士はピカソに匹敵する芸術。この学校、何の学校だ。えー、専門じゃないんか。はパソコン使うの。<ー>もちろん。マックスの自撮り写真も加工してかっこよくできるよ。今年かな。面白さ。お願いしようかな。僕も今年で。かっこよくできるよ。て見てくれた。え、どっちなんだろう。え、別にこれ、嘘つく必要なくない。これ、運にしたら、ちゃんと見たことになるのかな。じゃ、あ運にしとくか。うん、見たよ。 アキラとかトワイライトゾーンとかアキラ改めてみるとすごく深くて面あのアキラ俺は規制概念にとらわれないポップカルチャー2だからね、えー、いいじゃんものはいいよう見てこうでそういう映画とかいろいろ見ていくの面白いね食人族見てないの食人族食人族食人族わかんねえなーソウとかさわかるんだけどそういうホラー映画見るわけないでしょ。 これ以上人格歪んだら <laughs> 人格歪むんだ。<laughs> んだこれは大笑いだったよ。どうなのそれ？<laughs> そんな言い方されると傷つくじゃんなんかいいね。いいじゃん。うん？なんで？そういうつもりじゃ。そういうつもりじゃか。上だな。上にしよう。ファースタップシーキャット代代まで持ってるなんて。あの監督はモノクロ映画の天才だよ。<laughs> 映画なんだ。 牛乳もやっぱり乳もやばい,入もやばいマジで2普通女子相手にそういう,うマジで今にゃんごめん俺見てんだけどそうそう今週末さ今度 usb 貸してくんねー us b 貸してくんねそれどころじゃないかなえいいんじゃないえ話したくない聞いてくれる聞いてくれるにするか。ね聞いてくれる聞いてくれるだけでいい。話がん虫なの映画の話はガム先生に話してみな 悩みがあるならでもそうだうグラハムって名前なんだウォーレングラハムなんだその前にお願い誰にも言わないでねネットに書くのもなし当たり前だろう。大丈夫ああ<ー>、し巻き戻す話言うんだよねジェファソン先生の授業中に本当ありえない体験をしたの未だに信じられない戻す力ーレンは映画みたいにリアルな夢って見たことあるマックスコールフィールドだなあ。 お前ジェファソンの取り巻きだろう。ジェファソンの取り巻きで。授業なら受けてるけど。同じことだ。写真を撮ったら、お前女子トイレに隠れてただろ。写真は撮ってないぞ。校長に何を吹き込んだ。家。<laughs> さっさと答えろ。こ答えないってことできんのか。さっさと言えっていうことは。本当のこと話してただ俺が持ってたの間違いだろ。 たお説教されいいじゃん。でも説教はしたんだ。<laughs> 受けない説教したのにお母さんにそういうメールしとんたんだ。なキキああ。近づかないで。<laughs> 下がりなさいよ打たれるの。いい加減にしろよ。

えやべえじゃんえウォーレンはウォーレン大丈夫なのかなえクロエって知り合いなのえこの青髪のこと知り合いなのえっなんか問いえ知り合いなのえ助けた時なんかそういう話してなかったじゃん そんな顔すんな。久々に会えたんだえ。知り合いなんだ。本当、会えて嬉しい。えー、マジで？じゃあ知り合いの命助けられたんだ。あれあれね、やったじゃん。今日はいろんなことがありすぎて、私も同じだよ。で、さっきのは何？え、普通に話そうぜ。さあ。<laughs> さあ、でもあれ。 ね、話せばいいじゃん。あそっか。銃持ってた話したら、あの場にいたってことが分かっちゃうからか。ね、言わないのかな。確かに。あ、シアトルからこっちに来たんだ。へーああ、どうなんだろう、うん。家族の話じゃないのかな。そうなのかもって言っとくか。そうなのかも。楽しかったけど。 地元かから離れてちょっっと寂しかった<ー>都会の方が好きそうだねまあ都会の方が好きそうな感じするねっ確かに <laughs> そうでしょああやっぱさっきの学校ねうん先生のためとは言わないでおくかいやうんいやせもともとはもともとは写真なんじゃない結局言うんか つまり、私のために戻ってきたわけじゃないと。<ー>クロエとも会いたかったんだよ。どうかな。五年間もそもなかった。そうなんです一旦ここに住んでたんだ。謝っとこう、素直に謝っとこうえ。クロエも大変だったんだよね。素直に謝っとこうぜ。いなかったくせに、何がわかんない。<ー>私だって、好きで引っ越したわけじゃないんだ、まあ。助けてはくれたけど、ぎつってんな。ん一ヶ月も連絡よこさなかった言い訳は。 あそうなんだ。連絡すると。ああ、ちょっとなんか倹悪になっちゃった。かっこいいな。黒いかっけえな。でもあれか、行方不明になったこと知り合いなのか、この子は。どうなんだろう。 今の選択肢でもっと仲良くできたんかな。戻せる？あ、戻せないわ。私で隠れてますが、戻せないマーク。壊れちゃってるよ。ああ<ー>。子供みたいに泣くなよ。<laughs> 泣いてなんかない。でもこのカメラどうしよう。困ったな。たなそうだね。写真。うちのクソヤジの工具使えば修理できんじゃなう。そうや。専用の工具がいるんだけど。そうりゃ失礼。でもガレージの中にはいろいろあるから、とりあえず見てみな。あ、家行くんか。これから。決まりだな。 行こうぜ黒エンチ行こうぜ。え知り合いだったんだ知らんかったなんで知り合いなのになんかあの女の子救えたみたいなこと言ったんだろうあれは黒枝だみたいな話しなかったもんねなんでやあこれ黒絵んかどうぞ上がって。 全然変わってないね<笑>ボロへ笑えようこそ, <laughs> ようこそいいっすねおっとセーブされましたね私で隠れてるそろそろ区切りたいんだけどな <laughs> そういうこと言っちゃダメか <laughs> あークロエの家いいじゃんいいじゃん壁にいろいろ貼ったりしてねこの部屋もだだいぶ変わっただろうそうなんだ俺は知らないいい感じまったりできそう <笑><笑>ああそういうそういう事情があるのねタバコ吸ってんのマジかあじゃあねここら辺で区切ろうかなじゃあクロエとね再会したということであの銃で撃たれた子だね撃たれたっていうかまあその運命はねじ曲げたわけだけどでもその子ともともと知り合いだったんだそれは知らなかったでもなんかそういうこと言わなかったけどねまあでもこの子に助けられ今この部屋に来たという感じでじゃあ 次回に続きます。今後ねこのクロエとどんな行動をしていくか楽しみですね。じゃあお疲れ様です。ムービンでした。おっと。<laughs> ちょっと騙されちゃったな。じゃあお疲れ様でしたムービンでした。バイバイ。